おはようございます。頑張れ輪島、地震被災者支援仏壇無償提供頑張ります。今ですね、ちょうどお日様がパーッと、今日だいたい昼は雨曇りって言ったわって、なんか今晴れてきたね。早く、昨日早く降り出したからですね、今日早く天気が良くなったのかも。やっぱ晴れとったがよかですね。やっぱですね、気分が明るくなりますよね。はいはい、まあ今日一日ですね、頑張りますのでよろしくお願いします。一応ですね、この格好で一日おりますので。ところで、これ T シャツって中に入れるんですかね、出すんですかね。もう昭和のおっさんは何年間で癒やしいるとですね、犬で猫でなんで癒やしいるとばってんが、若い人なんか出しとらすことを、やっぱ、どんなもんですよね。もちろん私は入れてますけどですね、今ですね。でもやっぱどんなもん入れるたがいいのかな、出したがいいのかな、皆さん教えてください。はいはい、まあまあそれは頑張りますね。あらら、いってらっしゃい、いってらっしゃい。みんなですね、通学の通学通勤でございますね。はいはいはい、今日はですね、30日やったかな、31日やったかな、30日かな、今日はどっかわからなくなった。はい、1月の30、今日はどっちかようわからん。はい、どっちかよくわからん。頑張ろう。今日も元気に営業中。どうも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 。この時計ではですね、31になってますね。本当にこれたまにぐるっとるからな。はい、まあまあそのともかくですね。はい、じゃあお仏壇お困りごと&能登半島地震被災者支援小型仏壇無償提供、24時間電話受付一つ、皆様よろしくお願い申し上げます。頑張ります。